ちなみに五目並べは死ぬほどやってるからね。ね、それで全部負けてるんでしょ。我よ、生意気になりやがって。メスガキ見本もしてんだけど、こいつ。いいよ、分からしてやれよ、みこが。え、マジ今回、マジ集中だから言っとくけど。全集中。うん、全集中だから。はい、センター、センター置きね。いいよ、センターいいよ。人間置きね。最初はもう遊びみたいなもんだから。なるほどね。そう、はい、はい、はい。これ勝てるわ。ちょっと待って、あ、帰れる帰れる。あれ、なんだよ。どうしたどうしたどうした。これさ、いたーの。なしにしよう。え、なし、え、なし、いたなし。サンプルみたいな。いいよいいよ、いったなしでも。いいの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 。いいよ、一旦なしでも。今のはさすがに飽きなさすぎて、みこちょっと脳死したから、ね、今のなし。ザーコーザワリ。あんまりにも飽きなさすぎて。いや、今ちょっとみこテクニックを持ったの。RTA だよね、どっちも。今のはテクニックを見せようとしたの。僕並び RTA だよね。あえて一マスを開けて、揃えるっていう技をしようとしたら、そうや、そうだよね。防いでると何もできなくなるんだよな。おい、思考を巡らすな。なるほどな。料理してる時のハーチャマでいいんだよ。ハーチャマ料理してる時だって思考を巡らしてんだよ。舐めてんのか。ハーチャマクッキング舐めんなよ。すいませんでした。やってる。うん、何してんの。止まれよ。今ずっと考えてるのこれ。そうだよ。よかった。猫今すごい思考巡らしてんね。思考巡らしてたんだ。オッケー、なるほどね。お散歩してんのかと思った。ボコボコにするぞ、おめえ。ここねえ、みんなに見える。猫っちの勝ち筋は見えそうだけど、ハーチャマの勝ち筋はあんま見えない。この前マネちゃんとなんか話してて、うん、なんかまた今度みこちとタイマン企画の勝たないと出られない部屋やることになりましたみたいな言ったんですよ。あー、そうなんだ。そしたらそマネちゃんに五目並べでは絶対に負けないようにしてくださいねみたいな感じで言われて。確かにみこに負けたら恥だからね。メンツが丸つぶりですからね。ハオネハジ、ハオネハジだわこれな。でもさ、でもさ、でもさ、あんなさ、あんなさ、五目並べ RTA みたいな秒速でさ、潰されてから勝っても嬉しいのそれって。分かったよ、じゃあ分かった。じゃあ、まあ、一旦ハートもじゃあ1あげるわ。あ？あ、くれるの？うん、コメントがうるせえからマジで。しょうがない。まあでも勝ったから、まあ、よしとするわ、じゃん。まあね、じゃあ今1対1だね、そしたら。1対1は、まあ1対1だね。うんうんうん。じゃあ、ハロー。